どうも、マヨネーズかっこうぷ主です。今回は鬼を倒しプレイしていこうと思う。内容は前回とほぼ一緒なので、一部同じところは4倍速でお楽しみください。鬼だとヒントが見れません。この会話追加されてたんだった。さて、ここからまさみパートが終わるところまでは一緒なので4倍速。ことで、次に弓のパートへ参ろう。ここで鬼が生かされる。あ、一応言っておくが鬼は弓と高琴前任パートのみで起用される。3、2、1、スーパーミラクルカーセスベルルドライブササイズビアビーム。スターイ君の必殺技使えるな。そっちじゃないスーパーミラクルカーススペルルドライブササイズビアビーム。やったぜ。じゃあこのまま高子行ってみよう。これだな。二問目はこれだな。これじゃ。これじゃ。これは暗記するかメモしないと無理だぜ。これじゃ。鬼はちょっと難しくなるな。では、豆助は4倍速で。
では、全員パートへ参ろう。こんなのは一発でいけるよ。鬼はルートが変わるから注意。セーブはしておこう。目と目が合う瞬間好きだと気づいた。すげえな。雑談は前回のおまけで確認してくれ。ここから先はほぼ一緒なので4倍速。なんだこの矢印は。誰やお前。今でも募集してるようですね。できるのか。知らんな。なんか宣伝してしまった。なんかみんなひどいこと言ってんな。
はこんな感じかな。ここからエンディング始まるところまで一緒なので4倍速。この曲は私この曲好きなんだよね。そうなのか。だから私歌うね。え、あ、どうぞ。少年ベンジーみたいな恐怖にもなれてこんな日中を平和と見間違うラプリンコスが揺さぶられながら見失えないものは何だ。平等性原理主義の概念に飲まれて心までがまるでベトセトラ大嫌い大好きちゃんと喋らなきゃ二流として変わらないし、ああ良い街を行く人だかり嬉しそうだったり寂しそうだったりコントラストがセルフを飛び回り歌とリズムになるままでどれしかスピーナスアンドビタステップ甘くて苦くて目が回りそうです。なんなんせいを目指してパーティーを続ける世界中を驚かせてしまう夜になる I feel you you ですになってリフレクト。やるじゃねえか。不思議の正論に思われて僕らの音楽は道具になりまた腰を向いてよ背を向けないでよ。それは正論にならないけど、ああ祭りの屋敷の外などで高ぶったままの人泣き出してしまう人多分同じだろう。でも言葉は見知るものなら施設が極まれり最後までしか損し合わせてビタステップ死ねない理由をそこに映し出せ押し方で届くで明日は来ちゃうけど脳内電気療法のアップデートを果たしたなら君たちここはカラオケじゃないんだぞ。はい、ということで鬼の投資プレイは以上となります。次回はバージョン 1.05 が出てき次第の投稿となります。その前にニコ生プレイもするのでよかったらそちらもチェックしてくださるとありがたいです。ではお疲れ様でした。